これはもうまごうことなき世界ナンバーワンのキャラクターランキングですよ。楽しみな。おお。もしかしたらこれが世界よ。本当に。これがそうよね。これが世界よ。本当そうよ。これで S にガノンが入ってても正解なんだよ。だよ。レオが言うから。そう。いや俺全然一言かもしれんけどロックマンの位置気になるな。どう思ってんだよ。あとパックマンとか気になっちゃう俺。ああね。うん。海外勢結構ロックマンの評価高いんだよね。やっぱそうなんや。日本にしかおらんキャラがどう思われてるかだよね。ゼロサムとかはまあもう言わずもがなって感じはするけど、うん、どう思ってるか分からんけど、こういう愛情みたいなキャラがね、気になるよね。Okay, so for S, top tier would be Beach. The first one. おもろいやん。すごいな。S、トップ1だ。まだそうなんだ。Believe me. Second will be Pikachu. カチュー。Then, Joker. ジョーカー。ジョーカー。うんうんうん。か。うん。The fourth one, call me crazy, but I think Wario is the fourth best. Wario だ、Wario だ。そうだ。カメメのワリオはスカシッペだもんな。左下ですね。カメメのワリオはスカシッペだもんな。いやいや。ちゃんと。ちゃんと。今気に回されますよ、マジで。Then I think Pokemon Trainer。ポケトレを、はい。ほんまに？いや、ツイーク見てたらそうでしょ。I think Zero Suit is next。ゼロサム。ゼロスーツを、はい。はい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 。Then, I think Rob. ロボ。あ、ロボ。あ、ロボ。Yeah, Rob is broken. 右のラン。右のレッド。Then I think we are... Oh, well, Wolf and Lucina. Wolf and Lucina. Wolf and Lucina.Lukina, maybe Roy, I'll say. Roy. Roy か。まあ海外の評価高いって言いますもんね、Roy は。Then Palutena? No, wait. なんですか？え、パルテナじゃないんですか？パルテナ。I think Palutena goes first before Wolf. Palutena, Wolf の手前に。So it will be Palutena, Wolf, Lucina, Roy.And then, じゃあもう結構。Oh god, actually, there are no. I would say a Batman. Batman. 入れとかなきゃみたいな。Then Game and Watch. ゲームを。へえ。ゲッチ論争に終止符を打ってくれたね。はい。ということで、ゲームアンドウォッチは強い。強い強い。I think we're good. I think we're good for now. S はここまで。ポケトレはポケトレやでもツイーク俺が言うからそうやじゃあもうそうやえでもえ超意外ピクオリ入ってないんだねピクオリ頭入んないですよでも、あそうなんだ日本でも今入ってないですね多分あへえそれは知らなかった昔ならって感じするけどなうんみんなが思うこのキャラはエースじゃないのってうんあそういうことか逆でもありこのキャラエースなんでエースなんでなんでっていうかうんなんでこんな低いのでもいいんですかじゃあむしろ S の中で俺も一体いるわ俺もゼロゼロサムゼロサムが日本だとかなり高いんですけど評価、うんうん、でアメリカだと結構評価低いことは見るんですけどなんでおーそうなんだはいはいはい Yeah, I think it's because it might sound dumb but I think the main reason why people think she's not that good is because there's only like oneTop player that plays Zero Suit, that is Mars. And Mars, like, always does pretty good, but he struggles admitting some characters. And he also says that Zero Suit sucks. And people tend to believe that she actually sucks, when that's not true. I would say she's one of the best characters because, I mean, I know she's one of the best characters, but I think the five characters I put first, like, first on here, I just think they rely a lot on, like, gimmicks.
and they have like a lot of combat mechanics where like Wario can just like waft you, BT can just do everything, Joker has their scent, Pikachu is really hard to hit, and Peach just deals a lot of damage. But in my opinion, Zerosuit could be the best too.あのまずアメリカでヘゼロスーツサムスの評価が低いのは強い人がマーズほぼ一人になっているっていうことと、マーズ本人が、ゼロスーツサムスあんま強くないって主張しているというのがあって、そんなに評価が高くないという部分があります。ちょっと変に聞こえるかもしれませんが、そういう背景があって、MK レオ本人がそこの位置に置いているのは、上の5体、5体がやっぱり何かすごく大きなんかすごく強いギミックがあって、はい、強い側面勝てる側面がある。ピーチのやっぱダメージの火力がすごく大きいのと、ピカチュウはやっぱりあの攻撃食らいづらいっていうのとか、あのワリオの逆転要素とかがあるので、まあ、そこを5体をすごく強い要素があるので5体を並べたんですが、まあ、ゼロスーツサムスも実際すごく強いと思っています。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこう突出した何かがあるものが、上の5キャラ、まあ、ピーチデイジー含めた、5キャラになってると。いいっすかいいっすかいいっすか。いいよ。この突出した5キャラの中に、うん、俺はシルクが入ると。俺全く一緒。なるほどね。突出した何かを持ち、逆転要素もあり、全て持ってるキャラだけど、さっきのマーズの話を聞くと、単純にやっぱ強いプレイヤーがいないだけでそこに入らないっていう理由で入ってないのかなっていうのは気になります。 I do think the same thing. I think he could win a tournament because the way he works in this game is just really different from any other character. But at the same time, I think he has a few problems other than that. I don't think it's that easy to just like, oh, like he has everything, or like he has everything to win tournamentsBut I think he's not a top tier. In my opinion, I think Shulk is a little bit overrated because I actually do not think he's that good. He's pretty annoying, but I would say he's like high tier. He's like A. あの、シュルク使えば大会優勝も可能だと思っていますし、強いプレイヤーがこっちにいないからっていう要素はあるんですけれども、はいはい、まあ、S に入るめっちゃ強いキャラとは思っていません。なるほど。シュルクは、特殊で他のファイターと比べてこう使い方が異なるし、いろんなものを持っているんですけれども、あの、いくつか問題があると思っています。いくつか欠けてる部分があると思っているので、はいはい、そこがちょっと良くないかなって感じています。なので、まあ、強くあるし大会勝てる範囲内だとは思いますが、トップに入ってこないかと思っています。なるほど。なるほどね。じゃあもう、そうです。ありがとうございます。レオ様の言う通りにいたします。はい、もう、ありがとうございます。はい。じゃあ、続きまして、まあ、A、聞いてみましょうか。So, can we ask about more characters? Can you provide us with characters that would belong to A or higher A?Yeah, I think the first character in A is Fox. Fox. Then that will be, in my opinion, will be Mario. Mario. Then after that will be characters like Chrome. Snake. Snake. Shimori Hi. And I think will be like Mega Man. Da, Mega Man. Oh, Mega Man. Oh, Mega Man. Then after that, I think it's Ken. Oh, Ken. Ken is broken. Broken. Yes. I don't know. Then after Ken, I think it will be maybe Shulk. Finally. What a beautiful.面白い。ロイクローム戦争にも終止符が打たれたね。I think starting here is pretty hard to order every single character. So starting right now, I'm gonna be like you're saying characters that I think belongs to high tier, but I'm not necessarily saying that they are in that exact spot. あの、ここから先は、順番をしっかりつけるのがすごく難しいです。うんうんうん。ここ以降は、まあその A の、まあ
A ぐらいには入るけれども、結構順番はあんまり意識できなくなります。あ、もう全然全然大丈夫でございます。いいよ。はい。はい。Okay. うん。I mean, high tier, I think high tier is Violet, Violet, Olimar. I think. Wait, who was Violet? Violet. Can you spell that? That might be a different name. Beretto's name. In Japanese, I'm pretty sure it's Beretto. Beretto! Oh, yeah!ここか。オルモール。Then characters like I think Samus and Dark Samus are also high tier. はい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 。おもろいおもろい。おもろいね。And after that, I'll say like I actually didn't know. I don't. Maybe Sonic.Oh. ああ、ソニック。ソニック。I think Greninja is also high. はい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 。Then characters like Ryu, Terry. おお、リュウ。リュウテリー。Then, well, this is pretty hard. I would say Pichu.And then after that, I think the last one might be Marth. Hi, hi, hi. And Mewtwo. Mewtwo! I think Inkling is high tier too, for sure. Where is Inkling? Then I actually did not see anyone else that could be high tier. Maybe Ike? Ike. So, yeah.I cloud. Cloud. This is hard. Link. Link. Then Toon Link and Joan Link, I think. Toon Link. Young Link too. Joan Link. And I think after that, I think we should be good. I don't think anyone else is high tier from here.ここで、まあ、これ以上は上位とは思わないので、ここで。なるほど。なるほど。何かこう質問したいことありますか？じゃあまずカメメから何かあります？日本だとまたこれまたなんですけど、日本だと。はい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 、はい。ヨッシーがまあかなり評価してるんですよ。確かに、うんうんうん。本当に今の評価ですら過小評価ってやつで。うん。もっと評価されていいんじゃないかって言われてるぐらいのヨッシーが入ってないのは、まあ単純にまたその強いプレイヤーがいないからなのかっていうのはちょっと気になります。うん、なんか理由があるのかっていうのね。I think he's underrated too, but unfortunately I haven't seen that many players doing well with the character besides like Meme, the Mexican player. That's all I think about. But I still think he's not like Yoshi's still not like high tier. I would say he's like high mid tier, but he's not high tier. There's still like other characters that are better than him. Wait, how do you spell Mei Mei? Is that M-E-M-E? Yeah, it's like meme, but I mean, Mei Mei. Yeah, it does. Mei Mei, わかります。ヨッシー結構強いと思っていますし、現在の評価は過小評価だと思っていますが、はい、実際プレイヤーがいないっていうのは思っています。と今考えている人だとタイプインしましたけれど、メキシコにメメっていうプレイヤーがいて、その人が結構強いんですけれど、はい、まあ、そのぐらいかなって思っています。なるほどね。強い、まあ、ただ MK レオ選手的には、まあ、過小評価ではあるであろうということなわけだ。なるほどね。ヒカル君は何かありますか？もうレオが言ったらそうだでもやっぱこの大体大まかなやっぱキャラランクを見てると、単純にそのプレイヤーがいるかどうかっていうのがやっぱ結果重視のキャラランクにはなってるのかなって思うんですけど、はあ、なるほどね。そういう考えでいいのかな。レオがいいって言ったらもういいんで教えていただきたいと。That's right. Yeah. 実際そうですね、結果と強いプレイヤーから結構考えてます。なるほど、なるほど。じゃあすごくはっきりした、はい、そういうことだ。キャラランクを決めるにあたって、レオですらやっぱり結果っていうのを
意識して考えてるんだなっていうのがすごい参考になります。そうかそうか。結果が一番わかりやすい部分だよね。そうだけど、うんうん、やっぱこうそれこそヨッシーとか露骨にそうで、そうかそうか、いないけどまあ強くねって言われてるキャラとかがちゃんと入ってないのはやっぱ大事なんだなっていうのは。うんうん。本当よ。じゃあ、So then why is Mewtwo is Oh, well, yes. I think, yeah, that's true. I mean, Mewtwo got no results for now, but I think he's one of those characters that are like really close to being top tier, just like one buff away. I think if he gets buffed, like not having the tail horbox, I think he will be like really good character. He literally has everything that a good character will be happy to have. He has really good spacing. He's pretty strong. He's also fast.He's also got a good recovery, and he just deals a lot of damage. And he also got one of the best projectiles in the entire game. The only bad thing about him is that he's super big. That the tail, like, just have a really big horbox still. And I think that's the only thing that, like, doesn't allow Mewtwo to be a top tier, in my opinion. But I would say that he has really good potential to be a top tier, too. It's just the fact that not many people play the character.ミュウツーだけは理論上すごく強いと思っています。結果が出てないっていうのは事実です。はい。で、あの尻尾にもやられちゃう判定がなければ、うん、すごくいけると思っているんですけれども、はい、あの、まあ、間合いがすごく強いし、ダメージ量結構火力が入るし、飛び道具もすごくいいのを持っているので、ポテンシャルはあるんですけれども、うん、体がとても大きいのが欠点、すごく大きい欠点になっています。で、実際に使う人が全然いないんですけれども、うん、理論上上までいけるけれども、ちょっと足りないぐらいの、なるほどね、あのファイターだと感じています。はい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 。じゃあ、この放送を見たというか、この動画を見た後ね、オンラインでぐっと増えてる可能性ありますよ。レオが言ってるんだから間違いねえつってみんなでね使ってるみたいなことになる可能性がなきにしもあらずということで、ねねさん何かありますか？ちょっとあの一個、うん、ネスが入ってないのがすごく気になるんですけど。なるほどなるほど。どうなんですかネスは。どういった理由でと。I think he's a pretty good character. He has a lot of tools still, but the fact that his recovery can just be pretty easy to gimp.I don't think that helps the character that much. I think he's a really good character online, but the majority of these characters right now usually beat Ness just because you can just get him off stage and just kill him really fast. あの、ネス復帰が結構あの大変なので、あの上の方に入ってこないかと思っています。特にここに挙げているファイター軍が結構ネスのその復帰上必殺をなんとかできちゃう。ものが多いので、はい、あのなのでネスはここ相手には苦戦するかなと思っています。オンラインだとまた強くなる可能性があるんですけれど、このメンバー相手だと結構厳しいかと思います。なるほどね。そうなんだ。いやまあだいぶね、だいぶといってもまあ大まかには違わないかもしれないですけど、まあ結構躍進を遂げたりね、論争に終止符を打つであろう、なんかキャラランクになってる気がするんですけれど、はいはいはい、あれも逆らえないもんこれ。いや本当そう思うよ。一生お世話になるよこれしばらく。そうだよね。ちょっとじゃあ僕からも聞いていいですかね。ガノンドロフどう思いますか？ It's a question again, but how do you think about Ganondorf? I think he'sOne of the worst characters, I'm sorry. 何ですか？何笑ってるんですか？何ですか？あの、はい。こう、はい、最下位の一人だと思っています。I'm so sorry. はぁ、そっか。まあ、ちょっと、残念ながら、はい。なるほどね、ちょっと、じゃあこの、ちょっと、MK レオ選手にちょっといいですかね、あのですね。私、ジャパニーズ小池、まあ、このスマブラハウスで、小池戦闘力というものをやっておりまして、99ストックの、僕、ガノン使いの僕と、まあ、いろんな、もちろん、カメメ、ヒカル、ネネ、将軍、まあ、
プロのプレイヤーと言われる、まあ、最上位プレイヤーと99ストック対3ストック10分制で戦って、僕のことを、ガノンドロフを何回撃墜できたかで、その人のポテンシャルを測っている企画があるんですけれども、ちょっと海外大会でお会いした時にちょっとやってくれないですかね。So, wow. Wow. I mean, so would it be okay for you? What? Would it be okay for you? So when he goes to a tournament overseas and meets you in person when you have time, can he play against you with 99 stock? Yeah, that's for sure. Yeah. 優しい。よっと。部長、小池旋風力 MK 両編87ストック削られましたみたいな。ありがとうございます。ちょっとやりたいな。Oh, actually, opposite way. So you play with one stock. So you go into the match with 99 stock, and you only have one stock. And three stocks. Yeah. You only use three stocks against 99 stocks. Yes. I think I can do it. いけると思います。今のところ最高いくつですか？21です。タケラ君という、タケラさんという剣使いが、21速。So、the highest record is at 21, which is Takera's record. Gonna make sure I break it. I'm gonna get ready に頑張ります。うわ、めっちゃ嬉しい。楽しみ、楽しみ。これちょっと早く海外でね、MK 寮に会って、俺が挑戦状立って、どんな絵になるんだろうね、それね。え、ちょっと僕、スマブラのその最上位プレイヤーではないので、こう、まあ、レオ選手とこう、関わる機会がないというか、そのなんでしょうね、こう、お話しする機会がないんで、まあ、ちょっとこの場を借りて、ちょっとお友達、になっていただけないかなと思ってるんですけれども。So he's an MC for this channel and he got to meet many Japanese players, but since he's not top competitive, he hasn't got to see you in a tournament scene before. But as of now, can he make you a friend? Yeah, he can for sure. なんですか？もちろんお友達 OK です。嬉しい。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。Really grateful to have you as a friend. 嬉しい。Nice. Me too. ありがとうございます。本当に。ジャパコって呼んでください。No, in short,、please call him Japaco. Okay, I will. You can call me Japaco にします。Don't call me MK Leo, just call me Leo. That's Leo. Leo. 呼んでください。もうこれはさ、もう本当にツイッターのプロフィールに書きますね。え、めっちゃ嬉しい。うわー、よかった。本当に。あ、だってみんなはライバルだもんね。その、まあ言ったって。競技シーンにおいては。うん、俺はもう友達だから。申し訳ない。友達でやらせてもらってます、レオと。レオとジャパコです。もう。メモ would be your rivals, but, Japaco will be your friend. Nice. I'm looking forward. はい。時間があったらちなみに1個だけ。あ、いいよいいよ。いいよいいよ。ちょっと1個真面目な話。はい。始めたての人にジョーカーを勧めるかどうかが聞きたい。これまず1個。ありがとう。A serious question. Do you recommend Joker, playing Joker for a beginner? No. No, I don't recommend it.I think Joker is one of those characters that I've really broken, but it's also the thing that you need to be really good at getting the combos and some confirms. Since, I mean, having Arsene is not gonna like give you free stocks. You still gotta work really hard to get the stocks, and some matchups are just really hard. So I think in order to play that character, you also need to be really good as a player. And before, I mean, I'm not saying that like you will be bad if you play that character being a beginner, but at the same time,I think it would be better to practice and getting better as a player first and then go to play the character, in this case, Joker. おすすめしない、ジョーカーをやりたての方におすすめしないポイントなんですけれども、はい。ジョーカーを使ったら、その、
簡単にストックが取れるわけではありません、うん、コンボ火力も出ますし結構確定取れるものもあるんですけれども、ちゃんとやらないとできないことが結構ありますし辛いカードが結構あります。辛い相性が結構あります。なのでやり始めなんだったら、ジョーカーを使ったら下手になるわけではないんですけれども、まあ、プレイヤーとして強くなってから、ジョーカーに手を出す方がおすすめですということです。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、もう一個なんですけど、はい、ドンキーコングってどれぐらいの位置だと思います？Where do you place DK? I think it's mid-tier.I mean, if you guys know me, you should know that I hate Donkey Kong. I hate the matchup. And I mean, if it was for me, I would always say that DK is one of the best characters. But if I need to be honest with myself, I would say he's mid-tier. At least in this game, he doesn't have the Deng Dong and stuff like that. So he kind of really still stalks from you. And I think that just makes the character not bad, but worse than he used to be back in Smash 4.あのドンキー、もし MK レオのことを知っているなら、ドンキーすごく嫌いっていうことを知っているはずなんですね。そうね。はい。なので、自分の意見で言うなら結構強くて嫌なんですけれども、はいはいはい。いろいろなことがあってこうストックを取られてしまうのでですが、結構中立で考えると、まあ、中堅ぐらいお、そんなに高くはないとは思っています。まあスマブラ4の頃と比べるともうストックが解けるようなコンボがあんまりなくなったのでもうちょっと丸くはなったんですけれども、うん、そういう感じですね。個人的にはすごく嫌な相手なんですが中堅ぐらいだと思っています。なるほどね、ありがとうございます。じゃあもうレオが言うならそうです。はい、そうです。はい、もうやっぱりなんだろう。ああいいよよ。ああいいよよ。うん。最近本当超対ジョーカー悩んでるんですけど、うん、ロボットでジョーカーに勝てますかって聞いてください。そうだね。なんか詳しいことはちょっとレオもね言えないことあるかもしれないから、その質問だけを投げてみよう一回。うん。Oh, she plays Rob. Can Rob be the Joker? Yeah, yeah, he can. He definitely can. 間違いない。おう。I'm saying this because I've experienced the Rob matchup against the best Rob, in my opinion, that is Sakurai. And it's really hard. It's really, really hard. I wouldn't say it's a losing matchup for me, I mean for Joker, but I definitely think it's even, at least. No, Sakurai 選手と対戦してすごく大変だったのでいろいろ考えましたが、はい、ロボはかなりいけるカードであって、不利とまでは言わないですけれども、本当にジョーカーと五分でいけるカードだと考えています。なるほど。頑張りがいが出てくるね、ねねちゃんもね。いやー、頑張ります。そうだよね。これで頑張れます。うん、頑張れるよね、はい。そうだよね。頑張れます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。カメさんは？うん。俺はもうロックマンの相性とか聞かないよ。な、そうだよな。逆にね。あ、まあ、じゃあ聞こうかな。いいよ。マルトを使ってて一時期。ほい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 。それが多分、マーズのロックマンに負けた後で。あったね。そうで、そのロックマンのためにマルスを使ってたのか、今後もジョーカーでロックマンをロックマンにジョーカーを当てるのかっていうのがちょっと気になります。教えてくれっかな。Question from Kameme. He saw you playing Marth before.And that was after you lost to Mars Mega Man. So is your Mars, is your character Mars for against playing a Mega Man, or is not that related? That's not really it, no. I started playing Mars because I used to still think that he was a top tier character. I mean, you know that like there's always a theory about like if you get every single Tepper, Mars is like better than Lucina, but that's not true, at least not in this game.But the main reason why I started playing the character was just because I wanted to try. I think if there was a character that I've been playing for Mega Man, that would be probably Wolf. Yeah, that. 関係ないです。まず、マーズとかは関係ないです。マルスを使いたかったのはちょっと使ってみたかったからです。
まあ、昔から言われているんですが、もしマルスの攻撃を全部先端で当てられるなら、理論上ルキナよりいけるでしょうと言われているんですが、そんなことはないと思っています。はいはい、でも、まあ、ちょっと使ってみたかったと思っていました。なるほど。ちなみに、ロックマン相手にやるんだったらウルフを使おうかと思います。嫌です。いや、すごいね。ウルフ嫌だ、カメメは。あ、無理っすよ。無理だ。そうなんだ。でもまあ、レオは、俺のたちのレオは使うっていうから、すまねえ。ごめんな。まあ、ということで、MK レオさんに来ていただいて、皆さんからの質問と、そして、キャラランク、やっていきましたけれども、いかがでしたか、皆さん。めちゃくちゃいい機会でしたね、本当に。盛りなったっす、もう。すごい。最高、マジで。いや、すごいよね。俺もよかったよ、ガノンドロフは最下位だよって教えてもらって。これではっきりしましたね、もう。これではっきりしたね。うん。ガノンドロフのせいとかじゃないけど、俺が下手くそだからなんだけど、それ、でも、まあ、頑張るよ、俺は。うん。頑張る。いや、でも、うんうん、どうした？はい。うん。It was a great opportunity to have you today, and so if you have any questions for them, please let us know if you have one. Yeah. Okay. Well, I think I have a few questions for everyone. I think I have one at least for everyone. And well, this is for Kameme, and I wanted to ask, what does he think about?The Joker Mega Man matchup. 質問ありますと、カメメさんに、ジョーカー、メガマンの相性ですかね。ジョーカーマンの、はい、相性。かっこいいな。まあ、イーブンか、ロックマンがちょっと不利。だけど、いけるマッチアップだと思ってます、ロックマンが。Even or...slight disadvantage for Mega Man, but he still considers Mega Man can still do this. Okay, thank you. I'll keep that in mind next time. And, I mean, now for Hikaru, what's the main difference about Donkey Kong in Smash 4 and in this game? Why do you think Donkey Kong is not doing that great like he used to do before?あのヒカルさんへ質問です。ドンキーの前作と今作での差は何だと思いますか。結果を見るとその前作の方が活躍していたと思いますが、その差は何だと思いますか。そうね、2つ多分あって、1つはリフティングからの撃墜、ディングドンクかが地上から撃墜できなくなった、あるいはパーセントが狭くなったことによって逆転要素が減ったのがまず一つと、あとはウェビーの復帰距離と空中の滞在時間が少なくなってしまったことによって、カウンターを持ってるキャラクター、あるいはドンキのウェビーに判定合致して復帰阻止してくるキャラクターに対しての復帰がすごくしづらくなったので、それのせいでそのドンキーの脆さっていう部分、弱い部分が前よりそのスマッシュ4よりかは露骨に出るようになってしまったので、ちょっと勝率が下がり気味になったように思います。 So for two points, for two reasons. So one is that DK had a ding dong in Smash 4, but now he doesn't. He can't do it from the ground. He can't get a stock easily. AndThe second part is that his recovery. So up B has changed slightly a little bit, and there are more matchups that can defeat that up special for Donkey Kong recovery. So he's more fragile than he used to be. So that's why he doesn't appear in the results. Okay, that's good to know. That's the main reason why I don't see many DK players playing Donkey Kong anymore.Then for Nene, a lot of people have been thinking about Rob being one of the best characters and also one of the most annoying characters. Consider that Zachary has been doing really well in the US tournaments, and considering that
Also, a lot of you United States players play that character. And many people tend to think that the character is really annoying and he loses no matches because he can always like get a gyro combo into side B and just take the stock for free. Do you really think he's the kind of character that loses no matchup? And in case he does lose matchups, how many matches do you think he loses? ヒカルさんの最後として、はい、まあだからドンキー使いだった人が今アメリカでもあんまりドンキー使ってないんですねっていうことと、ピオネネさんには、ロボット、すごく強いファイターだと感じています。特にあの、下必殺のコマから、横必殺につなげられて、ストックをガンガン取っていけると思うんですけれども、うんうん、あの特にアメリカでもザック・レイ選手が活躍したので、結構そういうふうに主張するアメリカのプレイヤーも多いんですが、本当にこうロボは強くて、まあ、どんなカードもいけると考えていますか？お、どんなカードもいけるかってことですか？うん、はい、これが苦手ですとかなんかあればね、うん、まあ、それこそパルテナとかあと剣とか、そうですね、ヨッシーとか、あ、ヨッシーが一番あれですね、なんか即死コンとかがそのつながらなくて、その踏ん張りとかがあるから避けられちゃったりして、うん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 、なかなか撃墜できない時があるので、うん、パルテナとかはワンチャンある時もあるんですけど、やっぱりそのコマから狙ってるのがバレバレすぎてなかなかその指導技を当てられないっていうのが最近悩みですね。もうバレちゃってるっていうところが、うんうんうん、なるほどね。 So she thinks Palu and Ken are pretty hard, but out of all, Yoshi is very hard to play against, especially since like most combos doesn't connect to Yoshi because of his aerial jump. It's pretty hard to get a stock.And for Palu and Ken, if the opponent knows that you are coming, if the opponent is a good player and knows that your down special is coming, you won't be able to get a stock. Okay. Yeah, that's good to know. And then, I mean, I'm sorry, Ayuha, I don't have any question for you, but... Of course. for...Japanese MC, why do you love Ganondorf so much? And why do you play Ganondorf? あの、なんでそんなにガノン好きなんですか？あ、僕ですか？はい。ガノン、そもそも、まあ、ゼルダの伝説が好きなんで、で、その中でも、なんかこう、筋肉もりもりで、こう身長高くていかにもこう強そうなっていうのが子どもの頃からの印象だったんですよ。まあ悪役ではあるけれど、まあこう何でしょう、ヒールヒーローというか、うん、なんかこうかなんか悪役なんだけどかっこいいみたいなところに昔から憧れがあって、そのうちの一人だったんで、あの、まあ、今作からスマッシュブラザーズを始めて、他にも原作が好きなキャラクターたくさんいるんですけど、まあその中のうちの一人で選びましたね。パワフルだったっていうところも大きい要因ですね。うん、So he liked Ganondorf as a character. So first of all, he liked Zelda series, and Ganondorf was very masculine, and he's a cool villain. That's in a good position. So、since he was young, he liked that kind of tall, powerful, evil character. And he started Smash competitively since Ultimate, but since he loved the character, he started using Ganondorf. Okay, that's cool. That's cool, 分かったよ、俺も今のは。嬉しい。いや、ありがとうございます。なんかこう、長くなってしまって。ねえ、こんなに時間を取らせていただいてしまったんですけれども、日本にはすっごいたくさんの MK レオのファンがいます。もう本当に、ね、みんな憧れの存在が、もう今はもう MK レオ選手なので、まあ、MK レオ選手個人の目標でも
あったと思うんですけど、まあ、今後ねたくさんの大会まだまだ活躍したいんだっていうところを日本のファンも見たいと思ってますんで、今後とも、まあ、こんなこと僕から言うのもあれですけど、あの頑張ってください。ありがとうございましたというか、はい、ありがとうございます。Thank you for today. There are actually many MKLeo fans in Japan, and many people are supporting you. So, Japanese Koike will be rooting for you for further tournaments as well. So, thank you for talking to us today. Well, I mean, thank you very much for that, and I will keep trying my best. And I hope to see you guys pretty soon, and I hope you guys stay safe too. あの、今日こちらこそありがとうございます。あの、応援いただいて本当にありがとうございます。皆さんもまだあの自粛期間は続いていますが、どうかご無事でいてください。ありがとうございます。本当に。ありがとう。本当にいい回というか、まあ、一番最初にも言ったけど、間違いなく日本で初めて MKLeoの独占インタビューに成功した。あの、あ、言っといてください。あの、MKLeoに他の YouTube の日本のチャンネルには出ないでください。ダメですか？ダメか？はい、まあね、それは冗談で。まあ、本当にね、今後とも大会シーンで、僕もまたね、MKLeo選手がいるところにお邪魔できるように、スマブラハウス頑張っていきますので、またお会いした際にはね、ぜひご挨拶いきますので、本日はどうもありがとうございました。Thank you. Thank you. Thank you. はい。ということで、まあ3本分ぐらいとか何本になってるか分からないですけれども、今後ともね、スマブラハウスではこういった動画やこういったゲストに来てもらうこともありますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。そして、概要欄の方にはですね、もちろん MKLeo選手のツイッター、あ、ごめんなさい、ツイッターとツイッチの URL 貼ってありますので、ぜひそちらから、MKLeo選手、チェックしてみてください。そして、カメメイ選手とヒカルくんとネネさん、そして将軍さん、アユハさんの、もろもろ貼ってありますので、そちらのチェックもぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、レオ。バイバイ。バイバイ。Thank you, Leo. Thank you.